早いじゃん。つまらんな。なんでつまらんの。つまらんで。こんばんは。こんばんは。うるさいなお前。おいおい、前髪どうしたいよお前。カッパみたいになったぞ。はい。バイト終わった、お疲れ。こんばんは。ほら、久しぶりって書いてあるよ。久しぶり。謎のテンション低いの。そう、めいっ子が来た。クーは見せちゃダメ。準レギュラー、そうね。なんか白っぽいよね、画面。なった、なったね。ほら、こんばんはって。こんばんは。だって怖くて、ちょっと。光る。あ、大阪も、また大阪だったんだ。ありがとう。違う、パーカーの今日チャラい、チャラいかジャケット羽織ってるだけ。ハッと遊んだの楽しかった。でかなんか緊張してるかなとか思ったけど、別にそんなこともなく普通に遊べました。ハルシカ見たよ。ハルシカ見た。今日なんか初めて。そう、デニムシャツが安くなってたので、デニムシャツと今日はスカートです。ほら、何年生になったって。2年生新2年生になったよ。昼中の流星も見ました。もちろん見ましたよ。みんなは何年生大人おばあちゃんおじさん。高校15年生じゃない。ほら、クック習うね、頑張って。だって、で、嫌いかも。ほら、見て、ピカピカそうだな、容器。ピカピカになるよね。なりません。入っとるやん。ダメ。そう、にゃんこめの、そう、電球ソーダの容器。今日はピーチ味のけど、おいくらかはまあ皆さんのご想像に。今日の名古屋面白かった、よかった。なんかハッツと喋ってて、なんかねじ込み返すだけでなんか自分たちのコメント溢れちゃうしみたいな、つまんなくないみたいになって、じゃあ会話しようってなって会話した。つまんないよね、やじこめだけじゃ。返してもらわんとさ。ハッツ結局取れたの気になる。今日買ってたの、ハッツ。あのブラシ。そこでいいや。モテカンタを考えてました。うん、いいよ。モテカンタは考えてました。うん、返してくれると嬉しいけどさ、返せない人がいるわけじゃん、そういうの。だから、うん。そう。今日美人。今日だけ？ピーチ JK は見てないの。でね、見て、電球ソーダについててストラップが超可愛くて、可愛くない？光るの。光るっていう、なんという可愛い。もう学校のカバンに早速いいのからつけます。つけます。
けて似合うかはまた別として。てれん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 、ダッフィーちゃん連れてきて、シェリーめ、そう、今日遊びに行ったから割れません。イエーイ、持ってます。まあからもらった、多分ママの友達かな。そう、ハッチと遊んだ。見とる。お揃いではない。またダッフィーが欲しいなと思って、とりあえずシェリーメイ買ったんですけど、ディズニー行った時今度ダッフィー買おうかなと思って。ダッフィーあるじゃん、ここに。あなたのダッフィー、私はダッフィーが自分の欲しいんだ。高いよね、10万円した。ディズニー10万円。10万円持っとるの？うん、持っとるの。お金貯めた。だからこれ10万円するんだよ。あっちは、あっちも、あれも10万円高いね、うん、これはディズニーシー。ディズニーシー何かある？クーやろ。クー？どこにあるの？あ、おった。出れないっていう、はい、そのとこにおるそんなしません。嘘です、嘘です。3000円くらい。え、嘘ついたのさっき。ねえ、子供を騙すのが好きですね。ちょっとお金の気持ちがない。そう、うまい、ありがとう。今日の購入品は見てください、超かわいいクリーミーマミちゃんのちっちゃいバッグです。クリーミーマミちゃん、宇多田さんの購入です。バーバパパのポーチです。それが購入品ですかね。え、知ってる？クリーミーマミ、みんなそれ知ってるから。時代、うん、ね。いや、し、別にアニメとか知らないけど、そうなの、売ってるんです、売ってるんですよ、売ってるんですよ。使います、このバッグ。そう、超昔のアニメらしい。私は知らなかった。昔ってのは知ってたけど、別に話とかは分からんけど。グーです。あ、愛知県にできたけど。グーちゃんかわいい。愛知県。グーちゃん、プリキュア何世代？プリキュアはね、初代の世代。プリキュア、プリキュア、プリキュアの時代。何だそれは、わからないけど。時代が違いますからね、すいませんね。あ、そう、あ、そう、あ、そうですか。プリキュア5知ってるよ、見てた。それ小学校のくらい。もうなんで、ハッツのね、ハッツまだ中3だからさ。でもプレクラのデコリオのエイト君のやばいよ。エイト君のダサさ見る、めっちゃダサくない？めっちゃダサくない？これエイト君とか言ってこんな感じ。私が大人っぽく見える？ハッツらしいでしょ。エイト君書きまーすって書いてた。クーの彼女おるかな。またいろいろ載せてきますね。
もう時代が、時代っていうかもう顔がもうエイプリルフールだよね、ほんと。やばくない？違いようが。肌白、それ合うね。いやもうほんと毎日エイプリルフールで、スノーやらもう。ハツと仲いいよ、仲いいよ、仲いいよ。遊んでます。なおちゃんに会ったら服部にも会いたくなったって、どういう感じどういう感じ。さっきのね、かわいかった、ね、ケース戻した、割れたから。もっと仲良くなりたいメンバー、個人的にはあれ、なおちゃんとか山田とかマリアとか小田とかりんちゃんとか、大人メンバーと仲良くなりたいね。ひよかちゃんはもう仲いいから。ひよかちゃんはもう仲いい。七瀬とも仲良くなりたい。なんか年上メンバーって話しかけにくい。うん、できるイメージ。おい、何言ってくれてんの。大西はもう仲いいけど、一旦 CM でーす。総選挙について話して、もう昔したよね私。しかもさっきからめちゃくるわ。あ、りんちゃんも今言ったや、りんちゃんも仲良くなりたい。したよね、うん、したよね。そんな姉ちゃん、何も仲良くなりたいけど、意外とでも喋る方だよね。うん、切れてますか。もうそういう質問もめんどくさいわだからもう送ったのに、今総選挙って話してしましたっていう寝巻きじゃありません、服です。で、なんかなんていうの、昔買ったやつがあって、ちょっと入れてみた。おしゃれじゃない、お部屋に飾ろうと思って。え、ハートもあるけど星も入ってる。どうやってやるの。ではゴミじゃない、可愛くない。ゴミゴミ、何、じゃんけん、じゃんけんしてくれんの。じゃんけんぽい、イエーイ。グーカツもこうやってやる。全然面白くない。面白い、全然面白くない。面白いな。何に使うの。お部屋に飾るんです。お部屋に飾るんです。お部屋に飾るんです。ねえ、もううるさいな、この子。誰、うん、ブロックしちゃうよ。ブロックじゃない、通報しちゃうよ。うん、福島帰りな、晩ご飯食べなかった。だから食べ過ぎ、食べ、その食べたっていう感じじゃないけど、お腹空かず食べなかった。うどんとそばはうどんです。ちっちゃい頃はそばだったんだけど、最近うどん。
丸亀製麺のさ、きつねうどんのきつねがめっちゃうまい。きつねっていうの、揚げがめっちゃうまい。めっちゃうまい。てかもう油揚げっていうのめっちゃ好きなんですよ。うどんに入ってるあの甘い感じめっちゃ好き。もう鬱陶しいから通報するね。さよなら。通報さよなら。丸亀安いよ。あ、お稲荷さんも好き。お稲荷さんはお母さんとかおばあちゃんも作ってくれるからできた。あげだけ食べたいなって感じ。これできたよ。せーの。ちょっと違うけどやり方。せーの。なになに出るよ。こうやってやってやる。違います。全部こうやってやるやつあるやろ。うん、通報初めてリアタイムで見て。ほんと私が通報アイドルです。通報ってない。通報、うん、逮捕、うん、レイヤーを捕まえる。ダメ、リュウナをレイ捕まえる。どうやって捕まえるの。逮捕人で捕まえる。ドゥルンドゥルン包丁ドゥルンドゥルン。嘘、手を上げろ。ダメ、手を上げろ。ダメ、手を上げろ。十、九、こちゃこちゃするよ。八、七、六、五、四、三、二、一、こちゃこちゃします。よいしょ。ケツアタック。こんな感じでいつも平和に過ごしております。服部家です。面白いって、面白いらしいよ、レイ。包丁ザキザキ。こいつがどうなってもいいのか。いい、ダメだ。こいつがどうなってもいいのか。いいよ。ザキザキズル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 。ゆうなのワニスタート。おい、チビ。包丁。レイヤーのせいで布団臭くなってます。違う、足。クーロンの毛がすごい。ザク。ほいほいほい。超なんだよ。すごい剣だこれは。そうですか。すごい刀。そうですか。ザキ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 。そうですか。そうですか。え？あ、スカートがこれ見えた？え？はあ、え？見えた？嘘だろ？あ、よかった。スカート見えた？うん、よかった。やった、こっち見んなかってひどくない？あーもうどっち、怖い怖い怖い。見えてない、いや。で、スカートなんかじゃない。で、ズボンだ。あーズボンだ。もうだからこういう時って絶対パジャマ配信の方がいいんだよね。え、見えてないっしょ。別に黒いの入ってるからいいんだけど。見えたよね。なんでスカートなの？遊びに行ったから。なんかみんな怪しい。怪しい、だって見たら逮捕する。全員怪しいって言われた。え、整理券終了ってことはもう入れないってこと？みんなが最後なの、この人たちは最後。うん、何最後って。だって言ったやん、完売なんだ。え、じゃあ、半額なくなる。え、買えない人いるってことじゃ。お別れ。やだな、うちのファンいるかな。
例のファンいるかな。いる？例のファンだよね。いる？本当にいる？ゴールデンウィークだもんね。でも言ってもうすぐだよ。1ヶ月もないからね。鹿児島ツアーだって。そっか。そういうことか。ピーマン嫌い。へえ、そうなんですね。そう。へえ。そうなんですね。そうなんですね。へえ。ね、鹿児島ツアーの詳細も私も気になるし。ちょっと危ない。あ、実はちゃんと服の件取ってある。じゃあ待ってます。今はちょっと怒った。そっか、一部と二部あるもんね、服イベントも。まあ待ってます。楽しみ。7月なく試験。7月もある。あ、そっか。もう何月に何があるかも私は把握しきれてないので。新玉ね、皆さんお願いします。新玉でできるよ。そうなんですね。見てよ、いくいや、だって、なんでお金くれたらいいよ。わかった、あるけど1000万円。あ、全日あるんだ。夏祭り。まあ待ってますね。無限万円持っとるで。待ってますね。静岡は、でも大体毎年富士スピードウェイあるイメージだから。すごいこれ。あるんじゃない？あるんじゃない？すごっ。幕張の握手会初めてじゃないけど、最近ずっと大阪だったから、これコマみたい。総選挙沖縄ですね。沖縄行けるのが楽しみ。そう、今ランクインしたいってのもあるけど、実力はまだまだなので。レイが勝っとるの？とりあえず楽しむのみです。ね、で、ゼロになって終わった。もっと頑張ってランクインしたいって言えるようになるまで頑張ります。で、1位かな。何？ウーナが1位になったらどうする？盛り上がるで。盛り上がる。いやって泣く？ねえ、テレビをちょっとどうする？誰が？ゆうなが。ってなる。どういうこと？頑張りますね。テレビ中継とかっていうわけなく、レイが大人になったらゆうな なんやろ。ゆうな？うん、ゆうなもう死んどる。嘘やね。だってレイヤーが大人になったらやろ。うん、フーナも年取るで死んどるよ、もう。でも100歳生きるかもしれない。生きへん。ててて。生きへん。でも生きとる人もおるよ。生きへん。レイは？レイヤーは、10歳になったら死んじゃう。嘘やー。嘘。それは嘘。そんなに80歳とかじゃない？ブー。おばあさんになってからレイが死ぬの。はい。なん？こっち来て。うん。こっち来て。どうなっとるの？まあ頑張ります。アイドルとして頑張ります。
うん、頑張ります。気が飛ぶ。オルリケルナルマルワルイルミルオルハナルワルソグイルタリヨルブルンブルンブルンハルチレガルトブルン。何語？日本語やけど。そんな歌？うん。ブルンブルンブルン吐きが飛ぶよ。違うよ、ブルンブルンブルン。違う。ハルチレガルトブルン。オルリケルナルマルワルイルミルオルハナルワルソグイルタリヨルブルンブルンブルンハルチレガルトブルンでした。中学校でもさ、それで歌っとる。全部にルを入れるんじゃん。じゃあ全部にイを入れたらどうなる？イイイイブインブインブイン、はい、意味わかんない、はい、違いたい、はい、違いてとりるいおいえるおいおいけいえいえいマイワイリニーオイハイナイサイハイヤイウィンウィンウィンハイチハイチガイタイトイトイウィン、うん、あハロー宇宙人と交信します。宇宙人会ったことないなって、ユラ会ったことないや。はい、終了。もう終わり。うん、宇宙人と会ってきた今。会った。服部ユナさん、あなたはいい年になりそうですって言われた。今言われた。レイヤー、行くよ。更新します。レアはちょっとブサイクになるって。本当に？この1年間はブサイクな1年になりますって。本当にみんな。好きな男の子からも嫌いと言われますよ。嘘だよって書いてあるじゃん。好きな男の子おるの？ユナもおるよ。おるおる、手で取る。うわ、でかい。いません。ぐちゃん、チューブレンの番組、何の話？で終わってないじゃん。何が？しおるよ。やってるじゃん。さっきもう少ししたら終わるって。まだです、もう少しっていうのはまだです。いや、してないわ。そうだけでしょ。エリア別の番組すげ、うん、え、してたら幻滅してたら今のうちにやめております。私はマネキンチャレンジ用意スタート。配信コメントをするのが難しいってこと。動いたよ動いたよ動いたよ。息止めないかんよ。目閉じたよ今。あ、口動いたよ。あー、残念。違う、さっきのな動いちゃう。よー、スタート。待って、これでない。こっちでって、こっちで見えるように。マネキンチャレンジします。よーいスタート。じゃあウナもやるね。よーいスタート。はいよ、しおら。目動いとったんだよ。目は息しとったやん。あー、涙出た。目が痛い。いくよ、よーい。こっち来て。よーい。スタート。無理。ええー。だって息しん。息止めんくてもいいって。
息しんとさ死んじゃうもんで。息止めなくても全然いいよ。言うのさっき言ったやん。息止めてないし。息止めてないもん。31分。じゃあ40分になったら終わります。時計はない。うーん、めいっ子です。めいっ子新しいワンフレ。いやもう朝から学校っていう、うん、新学期を明日楽しみ、うん、そうですか。よくはないよね。明日は2年生やね、ゆうな。うん、2年生でも2年生だよ。そうですね、同じですね。でもは学校、そうあと1年生じゃない、2年生のみんな。いや嫌いじゃないけどめんどくさいみたいな。でも明日対面式あるから1年生の顔を見てこようと思ってじっくり見ていくの。クラスはあったよ、クラスはあったよ。ちょこっと一人の対マンとか言葉が古いわ。対面式っていうのは2年3年と1年で顔合わせる。ベビーキティちゃん、そんな呼び出しとかしない、全然興味ないからもう。ベビーキティちゃん、うちにも人気もある。うん、人気も全然そんなことない、普通に暮らしてで、あるね、高2が一番楽しいって聞くからさ楽しみたいなって思うけど。っていうのいっぱい持っとる。そうですね、わかりました。あっさ服部メイトでここ受けたからいないでしょ、そんなそんな子もないでしょ。移動します、移動します、ご注意ください。そう、修学旅行があるっていう最高な感じ。まあ確かに色もううるさいな、殴るよ。やめてそれ、嫌です。助けません、助けません。ね、高3は受験とかだから、でも高2が一番楽しめる時期かな。遠足もあるし修学旅行もあるし、まあ、かまってかまって赤ちゃんだ。うーん、修学旅行はどこ行くの、行ったらバレるからやめときます。文化祭とかは高1はなんか見るだけだったけど、高2とか、なんか高2からは踊ったりとか普通にお店も出せるのでそれは楽しみな。ちょっといい、例の部屋に行ってくる。分かった。踊るとか、うん、踊るらしい。踊るとか何でもいいんだけど、劇とかでもいいんだけど、踊るみたいなのは言ってたから、うん、楽しみですね。でもなんかそんな注目浴びたいわけじゃないからさ、静かにやっときたいかな。うん、センターとかやらないよ。いい、ここのマドンナなってみたいよね。そういうの人生に一回はなってみたかった。うん、今日の服には本当カジュアルだよね。もう大人っぽい服がいいかなって思って変えました。電気消しなさい。大学生、うん、間違えることある。よく二十歳に見える。持ってた人形、うん、もうあげるそれ。めいっ子、うん、大人っぽくなったとはよく言われる。アダルトにアベツハットリが入っててびっくりした。嘘、今回の新しい友達人形アダルト。
安倍な。何歳の子？めいっ子？めいっ子次小学校2年生。安倍と服部は大人でーす。まあそりゃ年齢取るからね、取っていくから。あやねはね、まあキュートでもいけるでしょ。私はもうキュートはきつい。走れペンギンとか無理。走れペンギン、そこにいてもダメじゃないか、好きなんだろう。走れペンギン、なんたらかんた始まらない前に出ろよ。ダフィーのさ、走れペンギン、タンタタン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 てん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 てるてるてん。青いユーサーに似てるってよく言われる。セリカ大丈夫かな。ん、わかる。嬉しい嬉しい嬉しい。泣いたんだ。なぜ。え、似てる、嬉しい、やった。なんか似てるって言われたことあんまり人いないから。総選挙序列のことね。まあいろいろ悩みありますよね。うん、でも、うん、やっぱ言うのやめとくわ。序列はもう仕方ない。私はもう自分の実力がそこなんだって思う。自分で言い聞かせてる。うん、だから愛とか萌えとか言った時はもうほんと泣いてた、ずっと。あのさ、ゆだ、うん、ダフィーの結婚する人決めた。誰？あの猫。はい、猫、あの喋る猫。はいはい、そうですね。決めた。うん、いや、上がるの諦めたとかじゃなくて、自分のなんていうの、その歌割りの位置とか、それで決められるのは自分の実力がそこなんだなっていうかな。だから上を目指したいっていうのもあるけど、まず自分がどうならなきゃいけないかとかも決めてかなきゃいけないし、総選挙もあるけど、そこまで名前も知られてるわけじゃないから、まず自分で何とかしないと何にもならないから、泣いてても意味ないなって最近考えました。うん、だから結局顔なんだなって思われるのも嫌なので、まあでも私は AKB 入る前みんな顔なんだな、所詮顔なんだなって思ってたんですけど、うん、そうね、何？ AKB からさ、可愛い子誰？可愛い子？その中で、AKB AKB の中で、うん、可愛い子？うん、そう、最近その話をしようと思ってた。大森美優さんっていうのがすっごい可愛い、超可愛いと思って。ユナの母じゃないよね。うん、好き？うん、好き、顔超タイプ。いや、めっちゃいきなりだけど、なんか調べてて可愛いと思って。友達？でも可愛くなったなって。違うよ、友達になればいいよ。うん、だから仲良くなれればいいなって思うんですけど。可愛い。じゃあ40分だって。あ、プロ野球選手なんだ、もっと。へえ。え、タイプ、桃に見るさ。それじゃあランキング見ます。1位さぬきゆうじさん、2位 T さん、3位がゆうきさん、4位が餃子のポーチさん、5位が神がいいのとさがりさん、6位がハットリーナちゃんの手裏剣になりたいのさん、7位がゆうまさん、8位がこやらんにこうたさん、8 8 8 8って9
9位が俊介さん、10位がパンパンダニャンさん、パンダニャン。11位がケルンさん、12位はユートさん、13位がヤマトさんです。いっぱいおる。はい、ありがとうございます。はい、チーズですよ。チーズ、うん。8ポーズして、8ポーズがーやって、8ポーズ答えてやるぞ。丸つく、で頭のせる。ねえ、カチューシャどこやったの？ここだよ。え？ここだよ。うん、あったあった。カチューシャってこれかと思った。カチューシャ。じゃあ、終わります。終わります。また明日。バイバイ。明日、うん、明日。バイバイ。バイバイ。おやすみなさい。おやすみなさい。またね。メール送ります。バイバイ。